東京のり合い自動車のバスと女性車掌。東京のり合い自動車はかつて日本に存在したバス運行会社。設立当初は東京市外自動車という社名で1918年に営業認可を受けた。1919年3月1日から東京市で最初のバス営業運行を行った企業とされる。車体が新緑色を基調とした塗装がなされており、 青バスという愛称がついた。昭和金融強行の引き金となった東京渡辺銀行の破綻に際し、1928年に社債がデフォルトとなった。その後、経営混乱をきたしたが、根塚一郎が実質的オーナーであった東京地下鉄道参加に入り、戦時統合によって東京支援に吸収された。1903年大阪で開かれた第5回。 内国官僚博覧会で会期中、梅田駅から会場の天王寺公園までの間で蒸気自動車による乗り合い自動車の運行が行われた。一般には1903年春に広島県で行われた乗り合い自動車の運行が日本で初めてとされる。1903年9月に京都市で七条駅から祇園までの運行が始まった。1905年に 兵庫県、1906年に、大阪府、1910年に、長野県、1912年に、山口県、1913年に、山形県、岐阜県、1914年に、徳島県、愛知県、長崎県で、乗り合い自動車営業が許可された。このような状況のため、東京市外乗り合い自動車が営業を開始したとき、田舎には、当の昔にある、 乗り合い自動車が今更東京の大通りを走るのも一つの皮肉であると新聞に書かれている。1911年8月、東京市は東京鉄道の路面電車事業と電力供給事業を買収し、東京市電気局を発足させた。東京鉄道の買収直後、路面電車の補助的な交通機関として電気駆動のトロリーバスによる運転計画を立案し、 1911年12月に警視庁へ認可申請を行った。しかし警視庁は申請を4年間放置し、1915年になって前例がなく交通取締り上の不安ありとして却下した。1917年8月に陸軍は自動車産業の保護法案を議会に提案する意向を示した。陸軍省軍務局法兵課長であった 鈴木孝雄は東京朝日新聞の取材に対して第一次世界大戦で自動車輸送が効果を発揮し、またヨーロッパの交戦国が戦争前から民間自動車の保護省令を行っていたことに着目し、日本でも同様の自動車保護省令が必要であると説いた。1918年の帝国議会で軍用自動車補助法が審議され3月2日に 貴族院で可決された。これにより、貨物自動車の1トン以上1トン半未満には4500円、1トン半以上には5300円の補助金が交付されることになった。当時、輸入されていた該当車両は約5000円から5800円程度で販売されていた。渡辺家は江戸時代の初めに摂津国から三河国を経て、 江戸にやってきた渡辺九右衛門から始まる。中高の祖と呼ばれる第八代渡辺自衛門の時に日本橋を貸市に一大勢力を築いた。その後、第九代渡辺自衛門が東京渡辺銀行を経営し、株式と不動産への投資を中心に一族の事業を発展させた。平民新聞が1906年に発表した東京市の大地主によると、 渡辺家当主の第九代、渡辺自衛門が百八人中、第五位であった。昔は、日本橋から上野に帰るまでの道筋は大通りを、除いては、大抵が渡辺の辞書であり、渡辺の辞書でないところは、局所なかった原文ママという原文もある。東京市外自動車の初期計画路線として、新橋と上野の間をはじめ東京下町一円を、中心に計画されており、 渡辺家の辞書、東京渡辺銀行の営業範囲とほぼ一致していた。また大正期に渡辺家当主であった第10代、渡辺自衛門は、ライムラーをはじめ、4、5台の車あり、元社府に運転させて乗り回しというほど自動車マニアであったと言われる。公衆財閥の若尾、天宮、小野、根津などが、東京電車鉄道や東京市街鉄道を設立し、 東京市内の路線敷設を進めた。しかし計画線の至るところで渡辺家の所有する辞書にかかるため渡辺家の同意が必要であった。1892年、若尾一平が東京馬車鉄道を買収すると第9代渡辺自衛門を取締役として招いた。これが若尾家と渡辺家を結ぶ契機になった。若尾家と渡辺家は東京ガス、 東京電灯、新越電力、武蔵電機鉄道などを共同経営するなど、渡辺家は若桶の防流とみなされていた。東京市街自動車の設立の中心人物は、堀内良平である。1908年に上京した堀内良平は、放置新聞の経済記者となり、活動を通じて、公衆財閥の面々と地遇を得ることに成功した。 この人脈を使い資金を集めて、1911年、富士見信鉄道を創立し、専務となる。次に、公衆財閥が東京市内の市電を独占したことに習い、東京市内での乗り合いバス事業を拡作した。堀内良平は、1913年頃より乗り合い自動車の調査研究を始めた。最初の契機は、鉄道資材の輸入で、 取引のあったセールフレザー紹介の取締役に乗り合い自動車の交通機関としての将来性を説かれたことが契機となった。また堀内は民間への自動車に補助金を出し、一旦有事の際にはこれを徴用する方針という陸軍の意向を軍務局長であった奈良竹次より情報を得ていた。堀内良平を検証した書籍である富士を開くによると富士見信鉄道が 東京渡辺銀行と取引をしており、この縁で渡辺家と相談しながら乗り合い自動車の設立を計画したと記述がある。1917年5月、渡辺勝三郎、若尾明八、堀内良平などの連名が東京市内での乗り合い自動車の営業許可を警視庁に願い出た。警視庁は東京市に許可の是非を諮問したが、東京市側が反対し、 許可とした1918年1月に再度警視庁に対して営業許可を願い出たところ7月23日になり一部通行路の修正の上許可が下りた堀内良平によると美観整備という県地に立って市街から見苦しい乳馬車や荷車を一掃するのをかとしトラック運送を許可するが行ってみたらいかんかと話があったこれに対して堀内が トラックで営業することに成案がないが、乗り合いも同時に許可されるならと応じたとしている。警視庁の許可に対して、東京市は、市営による交通機関の一元運営を主張し、内務省及び警視庁に対して許可撤回を求めた。特に市電を運営していた東京市電機局の局長は憤慨し許可撤回を求める趣旨のパンフレットを発行した。一方で、 警視庁側の主張は、再三協議し、最近においても、主張所役その他の人々と協議し、その結果主張なきものと認め許可したとしている。1918年10月1日、東京市外自動車の創立総会が開かれた。資本金は1000万円、そのうち500万円を軍用自動車補助法の規定の合致した乗り合い自動車180台。 貨物自動車70台を購入する計画であった。社長には、渡辺家の渡辺勝三郎、取締役として、若尾明八、堀内良平、渡辺六蔵などが就任した。第一次世界大戦中の株式ブームの真っ最中であり、東京市と警視庁の乗り合い自動車事業許可の可否に関する新聞報道で書き立てられたため、株式募集の倍率は50倍に達した。 鉄道機動経営資料第81号に掲載された堀内良平への聞き取りには営業準備に取り掛かりまして最も困難を感じたことは車の買い入れであります。当時は世界大戦の竹縄な自分でありましたので米国でも軍用以外の注文は一切引き受けぬということになっておりました。しかしちょうど幸いなことには横浜にみこし輸入の車でレパブリック および暗いスデルの2種、200台ほどの手持ちを発見しましたので、これを買い取りまして、うさぎにも角にも当面の急に応ずることになったのであります。と、記述がある。また、自動車30年史には、何しろ、欧州大戦当時で車両がなく、外務、陸軍両省に交渉したが民間には回せぬということであり、 困り抜いた末、ちょうど柳瀬自動車がウーズレイを百数十台持って、いたのでこれを購入したのであると記述されている。当時、柳瀬自動車に勤務していた田中常三郎は、柳瀬自動車が納入した車は、アメリカのクライスデルトラックの車種にボディを仮装したものです。ガス電気の販売所は大手町にあって、インターナショナルを扱っていました。 これとクライスデルが盛んに売り込み競争をしました。結局インターナショナルとクライスデルが25台ずつになりましたと解雇している。一方、東京石川島造船所はイギリスのウーズレーから東洋での製造と販売権を取得した。当時、東京石川島造船所の技師であった石井慎太郎によると、イギリスのウーズレー会社から2台のトラックを取り寄せ、1台を 分解して、他の一台はボデーを仮装して、当時上野と品川間を走っていた青バスに提供して、車の使用具合と損傷の度合いを調べましたと、解雇している。鉄道機動経営資料第81号に掲載された、堀内良平への聞き取りには、会社の見習い運転手には、第1回に200人だけ募集しました。この応募に応じて集まったもの無料2000人。 神田の明治会館で3日間にわたって採用試験をするという生協でありましたと記述がある。東京市外自動車の開業の新聞広告1918年10月に東京市外自動車として設立された。資本金は1000万円。設立の中心人物は堀内良平であり、公衆財閥に属する実業家や第9代、 渡辺自衛門の一門が多数出資した。社長には渡辺家の渡辺勝三郎が堀内良平は専務取締役に就任した。1919年3月1日、乗り合い自動車の事業が許可され、同日から新橋と上野の間、約5 5トルで乗り合いバスの路線を開業した。同区間に15台を走らせた。 運賃は1区10銭で新橋から上野まで乗車すると30銭。営業初日は7000人の乗客を扱った。1920年1月の月間乗客数が100万人を超え、乗り合い自動車の所有台数も163両と拡大した。車両の購入にあたっては、軍用自動車補助法を活用し、補助金を活用して購入台数を増やした。 しかしその後は不景気の影響で1920年の営業係数は99.4であった。株価も低迷し、25円払い込みで高値8.5円、最安値3.7円まで暴落した。この頃、経営陣の雰囲気は、堀内良平以外の役員全部が会社解散を主張するような状況であったと言われている。経営再建のため、 1921年社本金を1000万円から500万円に減資。翌1922年6月には300万円に減資した。また社名を東京の利合い自動車に解消し再出発を図った。さらに1923年7月から貨物自動車部門を休止とした。8月には24%出資の 東京実用自動車を設立し、ここに貸し自動車部門を譲渡した。1923年9月1日、関東大震災が発生する。東京乗り合い自動車も約20万6千円の損害を受けた。乗り合い自動車は震災に際して、リサイロー用及び傷病者の無料輸送の実施を行った。東京乗り合い自動車と競合状態にあった。 東京市営電車の震災による損害は、営業所の全焼4件、車両消失777両、軌道損壊 152km に及んだ。市電の運行停止により、東京のり合い自動車は、営業面で好転した。震災後の東京のり合い自動車のバス営業再開は9月10日からで、あった。9月の営業日数が21日間であったにも、かかわらず、 この月は乗客数で前月比1.3倍、営業収入が前月2.3倍を記録した。1924年には300万円の増資を行い、翌1925年には東京ミノル用自動車と第二ミノル用自動車を合併し、250万円の増資を行った。震災を機に東京乗り合い自動車は営業路線を拡大し、 成長軌道に乗った。東京市電機局は震災で壊滅状態にあった市電への応急措置として、ホード製の11人乗り自動車を44両を購入し、市電復旧までの補助期間として、1924年1月より市内の乗り合い自動車の運行を開始した。東京市営の乗り合い自動車は、窓買太郎という愛称がつき、好評を博した。 しかし7月末までの期限付き営業免許であったため、市電の復旧が進むと、市営乗り合い自動車の廃止の是非が問題になった。1925年には、輸送乗客数が2000万人に達した。同年8月に社長が渡辺勝三郎から渡辺六郎に交代した。同年9月に貸し自動車部門として分離していた東京実用自動車及び、 第二実用自動車を再合併した、東京乗り合い自動車のバスと女性車掌。上野二丁目付近。日本で初めて乗り合い自動車の車掌に女性を採用したのは、東京市外自動車であった。当時、柳瀬自動車に勤務していた田中常三郎は、青バスの堀内良平さんから、女の車掌を採用しようと思うがどうか、服装をどうしたらよいか。 などの相談を受けましたと解雇している。また19、1919年12月に、新聞広告で、乗り合い自動車婦人車掌募集が掲載されている。営業当初は、少年車掌を乗務させていた。しかし、少年車掌は、乗客から徴収した運賃の引得が多く、女性車掌の採用がアイデアとして出た。反対する役員もあったが、実行したところ評判が良かった。 東京のり合い自動車の女性車掌は三越の白襟の洋服にベレー帽という制服であった。このため白襟城と愛称された。これに対抗して1924年より東京市電機局の運営する市営バスも女性車掌を採用しこちらは赤襟城と愛称された。東京遊覧のり合い自動車の新聞広告現在のハトバスの源流となる。 東京市内の遊覧バス事業であるが、一般には、千代田自動車を経営し、先週大学で交通政策を教えていた、渡辺茂の発案とされる。渡辺茂が、個人名義で、東京市内の遊覧バス営業の許可を1924年に、当局に願い出たが、東京のり合い自動車との共同経営を条件として1年後に許可が下りた。 東京遊覧の売り合い自動車による東京市内の遊覧バスの営業が始まったのは1925年12月15日からである。上野営業所に午前9時、または新橋営業所に午前10時に乗車。宮城、日比谷公園、芝公園、あたご山、仙学寺、明治神宮、東宮御所、昇魂社、上野公園、浅草観音、 被服省跡、と、銀座通りなどを8時間かけて回るコースであった。乗車料は大人3円、翌年には3円50銭となる。1926年6月、東京遊覧乗り合い自動車の東京市内観光を目的とする一般乗り合いの定期路線が東京乗り合い自動車に譲渡された。1922年、新潟市外自動車が資本金4万円で設立。 新潟市内で初めて6台の乗り合いバスを運行した。資本金の4分の3が東京市外自動車関係が締め会社の実験はほとんど東京側に握られていたという状況で東京乗り合い自動車のノウハウその他を移転した会社だと考えられる。赤バスと呼ばれ営業区間は新潟から白山の間であった。1924年東京と同じ。 青バスの愛称で設立された大阪のリア自動車に出資、関西役として渡辺六郎が就任している。しかし、創業直後から社内の内紛が起こり、1925年に取締役が一掃され、第三者割当ア増資で阪神国道電機が引き受け、阪神電気鉄道の参加になった。1926年のダイヤモンドによれば、 京浜乗り合い自動車755株、前橋乗り合い自動車1600株、群馬乗り合い自動車1539株などに出資していた。1927年3月14日に第52回帝国議会で大倉大臣、片岡直春が東京渡辺銀行が破綻したと発言した。このため、翌3月15日、東京渡辺銀行は休業となった。 しかし東京渡辺銀行は以前より経営難の噂があり、支店段階では取り付け騒ぎが発生していた。これを東京の利合い自動車の日銭で乗り切る状況であった。実際、東京の利合い自動車は東京渡辺銀行の最大預金者となっていた。また、社長の渡辺六郎が東京の利合い自動車名義の支払い手形を乱発し、 東京渡辺銀行の資金に流用していることが発覚。渡辺六郎社長が辞任することになった。1925年1月に東京乗り合い自動車が記載した第1回社債150万円が償還期限の1928年1月26日に償還不能に陥った。車載権者集会を経て一部を現金償還し大半は 第3回社債への借り換えとなった。1931年、堀内良平が社長に就任した。堀内の仕事は渡辺経営の再建回収と経営の立て直しであった。それ以前より問題発覚後は東京の利上自動車の株式配当を無配とし、役員商用も取りやめた。堀内は社長就任前後から、 東京市電機局に対して身売り交渉を行っていた。堀内は950万円前後の評価額を示したが、東京市側は800万円の査定額で譲らず、身売りは暗証に乗り上げた。1931年、東京乗り合い自動車は、東京市営バスとの競合区間において1区7000を5000に値下げし、市営バスとの営業競争を挑んだ。堀内は、 岸改正策として、三家の京浜乗り合い自動車に建設計画中であった京浜新国道の営業免許を獲得させようと奔走した。この際、有力政治家に献金したことを口実に、1931年3月、社長の座を追われることになった。堀内の公認として、重役の間で根塚一郎に社長の選任を一任することを取り決めた。 しかし、委任状を取りまとめた取締役が、自身の留任を危惧し、自分の息子など自派閥の人間を取締役に選任するクーデターが起きた。同時期、石崎石蔵らが、東京のリアイ自動車の株を買い占め、取締役に就いた。同年7月、堀内は、相談役も自主経営陣から去った。また若尾小八も取締役を辞し、 公衆系に属する人物が取締役会から一掃された。堀内良平が去った後、経営の主導権争いが石崎石さんの派閥と神林義信の派閥の間で表面化した。たびたび臨時株主総会が開催され、頻繁に役員の交代が起きた。また臨時株主総会を招集した神林義信が公正証書不実記載で、 起訴されるという事態にまで発展した1933年下期に兵庫県知事であった長援連が社長に就任して経営陣がそっくり入れ替わった一方で1932年7月に東京の利合自動車新宿営業所がストライキを実施1933年8月労働葬儀が発生1936年9月 東京のり合い自動車の従業員70人がストライキを実施した。東京のり合い自動車、堀の内営業所社内の内紛により、ネズによる東京のり合い自動車の系列化は頓挫したが、水面下では着々と進展していた。例えば、ネズ系列の愛国生命保険は、第5回社債及び第6回担保付社債を引き受けていた。結局、石崎石蔵らが所有していた。 東京乗利合い自動車株は、根津系の東京地下鉄道が買い取り、1935年、東京地下鉄が88,785株を所有する筆頭株主として株主名簿に登場した。また同じ根津系の帝国工業や富国、徴兵保険なども大株主として名を連ねた。早川徳次が社長に就任し、長円連絡経営陣は退陣した。 この動きは1934年に設立された東京高速鉄道に対応し、東京高速鉄道に先んじて、東京の乗り合い自動車網を参加に置こうとしたものではないかと推測されている。一方で、同時期に渡辺銀行参加の渡辺保全、東京湾汽船なども根津系企業の参加に収まっており、渡辺系企業の根津財閥への包含過程の 一貫として捉えることもできるという推測も可能である。1931年に自動車交通事業法が制定され、バス事業、タクシー事業を含む陸運監督権は鉄道省にまとめられた。鉄道省はバス事業への新規参入、新路線の開設を制限する傾向があった。このような情勢の中、海外のバス営業の研究を行い、イギリスの ナイトバスにヒントを得て、企画されたのが、夜の遊覧バスであった。1937年4月に開始。バスコースは、日比谷美少コーヒーホール、京橋日米ダンスホール、浅草ロック街、吉原遊郭、カフェメトロポリタン、原文ママ。新橋駅前を、夕方6時に出発し、料金は2円。好評を博したが、日中戦争の勃発により、 開始4ヶ月で打ち切りとなった。1937年、日中戦争の勃発により、ガソリンを燃料としたバス事業にも、統制の動きが生じた。同年11月には緊急やむを得ない場合のほかは、新規バス業者の許可を認めず、増車などの事業計画も極力抑制せよという、通達が出た。1938年、陸上交通事業調整法が施行された。 しかし、陸上交通事業調整法の制定以前に、鉄道事業者が中心となり、合同会社を設立、東京市下の市バス、市電、地下鉄、青バスを共同経営化することが提案されていた。これは、バス事業の全国的な発展が、鉄道、軌動事業の経営を圧迫した原因であり、これが、 鉄道事業者によるバス事業への圧力とバス事業者の吸収となって現れたものの一つだと理解される。陸上交通事業調整法が施行された後、東京市内の鉄道バス事業の統合について、東京市直営案と観光市共同出資の特殊会社案の2案があり、議論がまとまらなかった。暫定的に、東京の利害自動車は1938年、 東京地下鉄道に吸収合併された陸上交通事業調整法により東京市は市内交通の整理に乗り出した1941年7月東京地下鉄のバス事業は東京市に地下鉄事業は低都高速度交通営団に譲渡することが決定9月1日東京地下鉄道及び東京高速鉄道及び 全線未成線の京浜地下鉄道が低都高速度、交通営団に経営上とし、東京市内の地下鉄事業が統合された。1942年2月1日、青バスにも東京市のマークが貼り付けられ、東京市営バスと統合した。これと同時に、東京市は東京環状乗り合い自動車と上等乗り合い、王子電気軌道の全線、東京横浜電鉄、 京王電気軌道のバス事業の一部を買収し、陸上交通事業調整法による交通調整を完了した。1943年7月1日に東京都政が敷かれ、東京市電機局は東京都交通局に解消された。東京の売り合い自動車が東京地下鉄の参加に入った後も遊覧バス事業は続けられたが、1940年10月、 戦時体制下の交通事業整理の名目で営業休止となる。太平洋戦争後、ユーランバス事業の権利は1948年8月に東京都出資の新日本観光に譲渡された。1963年、新日本観光はハトバスと改名した。本校では1926年頃の営業路線と運賃を示す。運賃は1区7 0 1919年の開業時、運賃は1区10銭であった。回数券があり、1円券、3円券、5円券の3種類があった。この路線は循環線となっていた。運賃は新橋から日本橋まで7銭、新橋から須田町まで14銭、新橋から上野まで21銭。運賃は新橋から金杉橋まで7銭。 新橋から札の辻まで14線。運賃は雷門から押上げまで7線。運賃は新宿から大木戸まで7線。新宿から麹町九丁目まで14線。新宿から桜田門まで21線。新宿から東京駅、築地まで28線。新宿から茅場町まで35線。運賃は新宿から中野まで7線。 新宿から堀の内まで14銭。運賃は青山6丁目から明治神宮まで7銭。運賃は大手町から永代橋まで7銭。大手町から須崎まで14銭。ありがとうございます。